土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、中央区を中心に東京のインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、戸田建設、三井住友建設の提供でお送りします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私ジュミと、人形町のユミと、浜町の松でお送りします。今週末はシルバーウィークですね。何かされるんですか？まあ遠出もできないんでね、料理と散歩に励みましょうか。なんか腕上がったっぽいですよね。料理のね。さあ、そんな中早速今日のテーマご紹介しましょう。今回のテーマはもっと知りたい地下埋設物です。地下ですか？道路掘り返してる工事をね、よく見かけますね。見ます。はい、今日は具体的なお話を伺っていきましょう。ではゲストの方をお迎えしてのトーク始めていきましょう。今回のテーマ、もっと知りたい地下埋設物についてお話を伺うゲストの方は杉浦真也さんです。杉浦さん、よろしくお願いいたします。お願いします。ゲストの方にですね、必ず伺う質問がまずございまして、杉浦さんのラジオの思い出というのを教えていただきたいんですけども、いかがでしょうか？はい、そうですね、もうやっぱり現場で夜勤の現場もやったりしたことがあるんで、まあ、事務所の中で、まあ、多少本当はダメなんでしょうけど、ラジオを聞きながら少しリラックスしてやっていたこともよくありますね。まあ、他の方々と一緒で受験勉強の時にもよく聞いてましたけど。割とラジオは深夜の友でしたか？そうですね。ありがとうございます。さあ、そんな杉浦さんのプロフィールご紹介しましょう。杉浦さんは2009年に大林組に中途入社され、それまで経験なさってきた造成工事における課題を ICT を活用した工事に生かし、 ICT 土木工事の第一人者としてご活躍なさっています。2019年からはグループ経営戦略室、経営基盤イノベーション推進部の副部長でいらっしゃいます。さあ、杉浦さん、ちょっと一言いただきたいんですけれども、まず。はい、皆さんこんにちは。杉浦と言います。まあ、土木というですね、分野を愛してもう28年になりました。自称土木屋として活動しています。まあ、土木は道なき道を切り開いたりですね、私たちが常にこう生活しやすい環境を作るということを手掛けて、提供している人たちの集団だと思っていただければありがたいなと思います。はい。まあ、震災の時にも、あるいは自然災害の時にもですね、まあ、自らを顧みず突っ込んでいくと、まあ、こういった土木魂の塊だというふうに思っていただければ、まあ、土木屋ということでありがたいなと思ってます。なるほど。ちなみに杉浦さんはなぜ土木屋にこだわるんでしょうか？そうなんですよね、よく言われるんですけど、なんかベタな呼び方だなっていつも言われるんですけどね。はい。まあ、例えばシビルエンジニアとか土木技術者って、まあ、一般的に業界ではそう言われてるんですけど、我々その建設分野に関わっている人間っていうのはですね、まあ、ものづくりもしてるんですけれども、皆さんにより良い生活をしてもらえるようなサービスを提供してるんですよね。で、サービスの提供している人で最高の人、まあ、皆さんがよくご存知で、このサービスすごいなって思うのって誰か分かりますか？誰だろう。昔からテレビ電話で、はい、あ、テレビで放映されてるサザエさんありますよね。サザエさんね、はい、そうそう。で、サザエさんの中に出てくる三河屋さんっていうのはこうやっぱりこういなくても大丈夫なんだけど、うん、いると便利みたいな、そんな感じがある。あ、なるほどね。やっぱりそこみたいな親しみやすいっていう意味で、僕は土木屋っていう言葉が好きなんですね。あ、なんかすごく腑に落ちました今。ありがとうございます。はい。
さあそれじゃあ早速本題に入っていきましょうか。人形町の由美さんから、はい、杉浦さんに質問お願いします。あの道路の下を掘る工事をよく見かけるんですけども、うん、あれって何が行われてるんですか？そうですね、あの皆さん道路って、まあ、一言で我々も言ってしまいますけれども、はい、まあ、表面はですねアスファルトという少しこう柔らかいコーティングされた石の塊がへばりついていて、うん、まあ、その下にはですね砂利がこう何層にも固まっているんですね、はい、でまあ、こう表面の柔らかいアスファルトをこう変形しないようにしっかりとこう地盤を固めていくと、で水も溜まっては困っちゃうので、まあ、水が溜まらないようにしてですね、それでこうどん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 こう地盤を固めていくということをします。でそういうその道路の下の構造なんですけども、やっぱりそれだけがっちりとしたものを作っているので、うん、そのがっちりとした場所の中にこういろんな管が埋められているんですね、はい、でそういう管が傷つかないようにこう周りを防護しながら工事を進めていくということが我々必要になってくるわけです、うん、まあ管そのものをこう直す工事と、まあ、交換もなんですけども、そういった工事もあります。はい、でまあ、皆さんもその古いボロボロの管があったら交換しないと困るというのはもう分かっていただけると思うんですね、はい、で管は、まあ、人間で言えば、まあ、血管のようなものだと思います。で、まあ、血管を常にきれいにしておかないとその詰まってしまう、まあ、これ人間と一緒なんですけど、はい、大変なことになっちゃうんですよね、はい、なので、まあ、管が詰まらないように交換する工事と、まあ、こういったことが道路の下を掘る工事でよく行われている内容になってます。なるほど、道路がなんか人間の血管に例えられるとすごく身近に感じて分かりやすいですね。ありがとうございます。お医者さんと同じ役目ですね。あ、なるほど、もう町のお医者さんですね。だから土木屋さんの範囲は広いのよね。本当に広いですよね。そういうことですよね、はい、うん、具体的に地下には何が埋まってるんですか？そうですね、いろんなものが実は埋まってまして、小さいものから大きいものまで埋まってますね。小さいものってなんだろう、ね、小さいものが意外ですね。まあ、あの小さいものっていうものもいろいろあるんですけど、まあ、例えば電気とかガスとか水道、まあ、この水道も上水道下水道ありますね、はい、あと電話の線を通している管みたいなものも、まあ、こういったものがいろいろ埋まってますね。で最初ですね、今皆さん小さいって言ったらどれぐらい小さいんだろうなって思うじゃないですか、はい、で我々ですね土木屋はですねいつもその大きいものを作ってるので、はい、なんかこう感覚がちょっとおかしいかもしれません。そうなんだ、うん、どのくらい小さいの？そうです、下水道って大きさどれぐらいあるか知ってます？はい、どのくらいあるんだろう、わかんないですよね、はい、まあ、都市の下水道になると大きいものでは直径た7メーターとか8メーターというものが普通にあります。トンネルですね。ところが、ね、そうなんですよね、うん、そういうのをなんかこう小さいと言ってしまう。本当ですね。なんか どうなんだろうこれ、ね、日常生活何か影響支障ないですか、杉浦さん？まあ、あのそうですよね、あのなんていうんですかね、橋とかダムとかトンネルってやっぱりこう地球という規模の中で物を作ってってる世界観があるもんですからね、どうしてもその地中に埋まっているものってちっちゃく感じちゃう感覚が生まれてしまいます。へー、これ土木屋さんあるあるの感じがします ね職業病。そうですね、はい、なるほどね。で地下埋設物っていうのは誰が一体管理してるんですか？これはですね、利用しているものによって違うんですよね。ほうほうほう。だからガス管はガスはガス会社が管理されてます。なるほど。水道は水道事業者である市町村が管理してくれてますね。当然、まあ、なんていうんですかね、まあ、大きさはそのガスとか水道よりも大きくなっちゃいますけど、地下鉄も地下埋設物という意味では地下埋設物なので、まあ、当然地下鉄は地下鉄の運行している会社が管理者ですね。でちなみにですね、あの
11月18日って土木の日って言うんですよ。はい、はい、はい。まあこれはあの語呂合わせというか漢字をバラバラにすると11月18日だったみたいな感じなんですけど、うんうんうん、さて質問です、はい、皆さんに。今日は9月16日なんですけど、はい、今日は何の日だか知ってますか？ちょっと 今までにゲストの方に質問されたことないですよ、こういうふうに。なんだろう、なんだろう。今日はですね、はい、なんと昭和14年9月16日浅草から渋谷の直通運転が地下鉄で開始された日。出たー、ね、これ私が答えないのはありえないですね。ありえないですね。銀座線好きな私たちが答えられないの。銀座線、わかります、わかります、はい、そういう、まあ、その地下にあるものはあの運用している方々が管理をするということが大前提なんですけど、これはとてもいいことなんですが、工事をする我々土木屋にとってみると、工事をする際に全ての方々にいろんな確認をしたり相談したりしなきゃいけないというのがちょっと辛いことで、なるほど、ここはなんとかならないかなっていつも思ってしまいますね。大変な作業になりますよね。そうですよね、るよね。その準備段階に時間がかかるというのは大変なことですね。そうなんですよ、ね、そこが一番ちょっと辛い、あの考えなきゃいけないところですね。なるほどね。なるほど。さあそれではちょっとここでブレイクといきましょうか。後半さらにですね、またまた面白いいろいろな土木を紹介していただこうと思います。おい次郎、お前将来何になるんだ？え、言いたくないし。なんで？恥ずかしいし。いいから言ってみろよ。土木エンジニア。え、お前サッカー選手じゃなかったのか？この間連れてってもらったお父さんの現場がかっこよかったんだ。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか？土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。ちょっといいですか？え、私ですか？突然ですが橋はお好きですか？ええ、日本橋が近いので。川はお好きですか？はい、隅田川は散歩コースですけど。どうやら土木がお好きなんですね。あ、ドボラジよく聞いてますよ。人を思い社会を作る建設技術研究所です。土木のラジオ、ドボラジ、今日のゲストは杉浦真也さんをお迎えして、もっと知りたい地下埋設物をテーマにお話を伺っています。杉浦さん、後半もよろしくお願いいたします。お願いします。そして引き続き案内役の人形町の由美さん、はい、浜町の松さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ後半私から伺わせてください。はい、様々なものが地下に埋まっていて、それぞれが別の人が管理しているということなんですけれども、だとすると日本橋のね、首都高速の地下化みたいに新しいものを地下に作ろうとするときって本当に大変ですよね。そうなんですね。これがものすごく思った以上に大変なんですね、これね。やっぱり、はい、でしょうね。あの日本橋の首都高地下化プロジェクト、もうこれテレビとかでも大々的に放映されている話になってますけれども、はい、あのいろんなその検討資料というのがありまして、これ公開されているのもあるんですね、はい、皆さんもこうネットで調べていただくと出てくるんですが、実はですねこの中に、7つ大きな分野で7つの地下埋設物に関わる方々の分野があります。例えば電力、下水道、それから通信、それから水道、うん、それからその川ですね。川ですね。川より下に掘りますんでね、それとか今さっき言いました地下鉄ですね、それから再開発をするので周りの再開発の事業者の方々との調整も必要になりますね、うん、なるほど、はあ、まあ、こういった形でいろんな方々と調整をして打ち合わせをして実現に向けて進んでいくと、まあ、これが非常に重要なことなんですが、一点問題がありまして、はい、各事業者の方々が1とそれから
深さの情報を管理されているので、これ実はですね、一つにまとまった深さの情報を統一したものってないんですよ。この深さの情報っていうのが結構重要になってきますね。そうですよね、ぶつかっちゃったらしょうがないですもんね。そうなんですよね。ちなみに今どのくらいまで進んでいる、またはこれからどのくらいかかりそうというところですか。そうですね、今どうでしょう、競技がやっと始まったということで、一応期限は、例えば5年後とかいう形で決められているのがありまして、すみません、ちょっと正確な日にちがわからないんですけども、そこに向けて今関係者がやっとこう皆さんテーブルについてですね、さあこれからスタートだということになっている状態になってます。はぁ、これ首都高の皆さんが調整をされるっていうことになるんでしょうか。首都高の方々がどちらかというとファシリテーター役みたいな形にはなると思いますけれども、必ずしもそうではなくて、やっぱりこう重要な地下埋設物があるときには、そのメインプレイヤーになる方々が中心になってやっぱり調整をしていくっていうのが大事かなという気はしますね。主担当者の人大変ですね。本当に大変ですね。伝わります。それが1ヶ月2ヶ月じゃないんですからね。ずっとやってるわけですもんね。10年ということですからね。ですよね、ではですね、その地下埋設物の工事について伺いたいんですけれども、具体的にどういうふうな流れでやっていくのか教えていただけますか。はい、例えばその今の首都高の地下化ですね、こういう壮大な計画もあれば、皆さんよく目に日常で目にするような道路工事のようなものがあります。だいたいやってることは基本的には一緒なので、少しこう皆さんに分かりやすい身近なものを、工事でちょっと説明しようかなと思います。はい、まずどうでしょう、皆さん日常外歩いててですね、よく道路工事のやっているところの近くで道路にですね、なんか落書きがされてるのを見たことありませんか。あります。なんか白いチョークでね、あります。あれ消えないのかなって思ったりとかしながらなんだこれはって思いますよね。はい、もうすごい綺麗に描いてる絵もあれば、めちゃくちゃ下手くそに描いてる絵もありますけどね。落書きなのね。綺麗さは問題じゃないんですけど、どこにどれぐらいの大きさの缶がどんな方向でありますというのを、誰が見ても実際に作業するとき間違わないように書いてるっていうのがこの絵になってしまいますね。で、これをやっぱり見ながら掘り進めていくっていうことをするんですが、先ほど言ったように深さが必ずしも正確に保存されているわけではないので、少しずつ少しずつ掘り進めていくっていうことをしなければならないと。なので、人が掘るわけじゃなくて重機で掘っていくんですけれども、非常にこう慎重に掘り進めていくっていうことをやってます。壊れたら大変なので。そうですよね、図面と実際が違うってことがよくあるっていうことでしょうかね。そうですね、全部が全部違うわけではないんですけどね、やっぱり工事を行いながら図面の修正をして最後を収めるというこの手続きは皆さん土木屋はやるんですけれども、必ずしもその時に正確な情報が書かれるかっていうと、工事の進捗にもよりますし、やり方にもよるんでしょうけど、大体これぐらいみたいな時も中にはありますよね。本当はダメなんでしょうけどね。じゃあよっぽど気使うってことですよね。やっぱり気使いますよね、埋設物に関してはね。はい、じゃあ珍しい地下埋設物の事例があると伺ったんですが、例えばどんなものでしょうか。そうなんですよ、これですね、実は信じられないと思うんですけど、地下工事を行うとですね、工事を行った時の材料っていうのは皆さん当然運び出してるというふうに思われてるんですけど、東京とかですね、都市、特に日本はそうですけど、平地っていうのは昔海のあったところが土が溜まって平地になってますので、山みたいなカチカチの土ではなくて少し柔らかい土なんですね。そうするとトンネルを掘っていくときに、今土木でシールドマシンって言うんですけれども、
周りが崩れないように掘ったらすぐコンクリート製の壁をピッとこうはめて周りが崩れないようにしていくっていう工事をシールド工事っていうんですけど、よくそれをシールドマシンを使います、はい、で小さなシールドマシンから大きなシールドマシンっていろいろあるんですけど、大きなシールドマシンって直径が10メーターとか15メーターとかするようなものもたくさんありますので、大きいですね、そういう大きいシールドマシンっていうのをですね、普通は縦鋼という穴を掘って横に発進っていう風にして発進させていくんですけど、はい、出口のところでまた縦鋼ができればいいんですけど、出口のところで縦鋼ができなくて反対側からもう一本シールドマシンが来て地中で接合とか、あるいはその一つが右に曲がってってでもう一つがこう向かい堀って言って向かいからやってきてですね、もう一つのシールドは通過できるんだけど一つは引っ張り出せないっていうようなものもあるんですよね。そういった時には地中に埋めたまんまにしておきます。あらいいんだ後片付けいいの、ね、みたいな。これ人間の手術だったら大変なことになります、大変なことになりますよ、埋めっぱなしなんですね。ただやっぱり大きすぎるがゆえにですね、全部掘り出すために、縦鋼を掘ろうとすると人が住んでいるところとか、あるいはどうしてもその縦鋼を掘る場所が取れないとか、そういった時の条件が様々ありましてですね、どうしてもそのまま、入れたまんまでさようならというようなパターンもあります、なるほど。じゃあですね、これから将来地下埋設物の管理っていうのはどのようになっていくってことが望まれますか？そうですね、そういったさまざまな工事の条件ですとか管理上の条件もクリアするっていうことが、なかなか難しい案件でもあるんですが、やっぱりこう地下埋設物の管理っていうのは今それぞれの事業者の方々が管理されているんですけれども、どこかでまとまって一つの情報としてやっぱりこうまとまらなきゃいけないかなというふうに思います、今までのやり方はそれぞれの管理者が台帳というものあるいはデータで管理しているんですけれども、やっぱこう全員がどういう状況に今なっているのかということが関係者だけでも一読で見れるような地下三次元地図みたいなものがあると非常に土木屋としてはありがたいなというふうにいつも思ってます。そうですよね。わかりました。それから将来の地下工事の方法っていうのはどうなっていくんでしょうか？そうですね、やっぱり地下の工事なので地上からは全く見えないという状況に陥りますよね、なので掘りながら調べて進んでいく、前が見えないけどみたいなモグラみたいな状況になっちゃうわけですけれども、最近のですねテクノロジーはすごく発達しておりまして、なんとですねサングラスをかけると地下に埋まってるものが見えてくるというような見てみたいそれ見たい、そうなんですよ、そういうテクノロジーが最近出てきました。素晴らしい、これは助かりますね。映画の世界ですよ、そうですね、私も昔その小さい頃に映画をそういうのを見てすごいなと思ってたんですけど、まさかそういう時代に自分が土木屋としてですね仕事ができるなんて思いもせず、今こういう状態って非常にワクワクしながら仕事をしてます。いいですね。で例えばその HMD っていうんですけどね、ヘッドマウントディスプレイと言われているような、サングラスをかけて MR という言葉があってミックストリアリティっていうんですけども、そういう技術を掛け合わせると地下のどれぐらいの深さのどこの場所にこの管が埋まっていますと、この構造物がありますというのがこのサングラス状を通して見ることができると。かっこいい。最初皆さんに聞いた道路の上にお絵描きされてる絵ですね、ああいうのがなくなる世界観が来るかもしれませんね。いっぱい埋まってると全部見えてしまう感じなんですかね。それは大変かもしれませんねえ、でもうまく使ったら本当に工事も早く進むでしょうし、
土木の方たちも困らなくて済むということですよね。今までやっぱりこう土木っていうのはですね、どうしても土と木って書くぐらいなので、こういうハイテク、あの最新のテクノロジーっていうことに関しては少しですね、こう距離を持って接してしまう、そういう感覚が非常に多いんですけど、やっぱりこういったものが使えるようになってきたっていう時代背景と、あの実際の工事をやっている期間をやっぱり短くしてサービスを早く提供するという意味では、あの時代時代に合わせていいものをしっかり使いこなすっていうのも、これまた土木屋としての非常に重要な使命かなというふうに思いました。そうですね、ありがとうございます杉浦さん、はい、さあそれでは最後になりますけれども、杉浦さんにとって土木とは。月並みなんですけどね、これ最初にも言いました、頼りになる町のお医者さんですね。やっぱりいなくても、普段は何気ない時にはいなくて全然気にならないんですけど、困った時にいてくれてありがたかったお医者さんみたいな、それがやっぱり土木屋の妙理に尽きるんじゃないかなというふうに思います。災害があった時、あるいはあの東日本大震災含め日本の大震災があった時にですね、やっぱり一番最初に駆けつけるのは、あの警察の方、自衛隊の方もちろんですけれども、それから生活の復旧ということのためにインフラ建物すべてやっぱりこう土木屋、建設会社が中心となる土木屋、それからコンサルさんも含めて日本すべてのですね、土木に関わる人たちがやっぱりこう関わってくる技術者集団が重要かなというふうに思ってまして、そういった土木屋集団でありたいというのが私の、土木というものに対しての魅力になってます。なるほど、杉浦さん本当にありがとうございました、はい、やっぱり土木って面白いですね。それでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ、土木ラジ終了よし、土木ラジ終了よし。いや、地下の構造物がね、それぞれの管理者がデータを持ってると、はい、で日本橋は7つぐらいの協議をしなきゃいけない、関係団体が、ね、誰かがねデータをやっぱりまとめてくれたら本当に日本の工事は楽になるんだろうなって、そういうお話でしたよね。そうですよね、効率も良くなりますし、ですよね、本当はね行政がそういうデータをやっぱり機密情報もありますし、そうですよ ね取りまとめてくだされば一番いいんでしょうけれどもね。いや、温度取って調整するの大変だと思いますよね。本当ですよね、でも需要がありますよね、今ないんですから、そのデータが、そう日本全国ね、はい、そういうデータがぜひ整備されることと祈りますね。それで最後はサングラスをかけると地下の埋設物が見えるっていうことになると、全部透けて見える感じ、いいですよ ねそのメガネかけてみたいな、はい、購入しましょうそうですよね、買うの買いましょう。いや、もうこれ絶対楽しいですよね、はい、さあ今回のドボラジ大変興味深い話題でした。そして次回のドボラジは三橋さゆりさんによる甚大化する災害を知るをテーマにお話を伺いたいと思います。番組へのご意見ご感想は voice@fm840.jp までお寄せください。また中央 FM の公式サイトや土木学会 Facebook に収録時の様子をアップしています。こちらもチェックしてみてくださいね。土木のラジオ、ドボラジ、この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、戸田建設、三井住友建設の提供でお送りしました。それでは来週も土木のラジオ、ドボラジでお会いしましょう。